皆さんこんにちは、あこでーす。こんにちはか、こんばんはか、おはようかはその人の見る時間によるやということで、月の第2第4水曜日はあこの子育てチャンネルを、あ、チャンネルじゃねえや、子育ての動画をちょっと上げていきたいなって思います。でも子育てだけじゃないです。他の人にも、あの、お子様がいらっしゃらない方でも、どんな方でも、普通に、あの、若い方でも、なんでか知らんけど、いろんな人でも、楽しめるような、動画を作っていきたいなと思っているので、よかったら、第2、第4も見てください。今回は、街で赤ちゃんが、なんかテンションぶち下がってる時とか、で電車でこう泣いちゃってる時とか、そういう時に、こう、ちょっと笑顔にしてあげたいけど、あの、どういう風にしたら笑ってくれるんやろか、赤ちゃんのツボわからん、みたいな人、あの、多分いらっしゃると思うので、ちょっと、まあ、私もね、まだちょっと研究中なとこあるんですけど、これやったら絶対笑ってくれんでや、みたいな、あの、やつがあるので、ぜひ、この動画を見た後、困っていらっしゃる赤ちゃんを、あの、見つけた時に、あの、やってみてください。あ、やってみてほしいので、ちょっとそれを、あの、紹介したいと思います。レッツゴー！じゃあ、電車で、こう、目の前に赤ちゃんが座っててとか、まあ、どっかに、どこかしらに、こう、赤ちゃんがいるけど、ちょっとなんかもう泣いちゃってるみたいな。で、ちょっとなんか、目があった！でもどうしたらいいやろみたいな時、おすすめなのが、私がよくするのは、目をギュッとつぶるんですよ。ギュッて。ジェスで、またつぶって、パーンってこう開けるんですよ。もうそれするだけでなんか、えみたいな。えみたいな。何みたいな感じで見てくれるんですよ。そしたら、なんか、で笑ってあげると、なんか、赤ちゃんも、うん、みたいな。なんかちょっと恥ずかしがる。あ、あいつ見たらあかんのかなみたいな。それはあると思うんですけど、ちょっと、なんやろみたいな。で、お母さんの方見て、なんか、って言われる。私だけかもしれないですけど、保護者の人に見つかると、なんか恥ずかしいですよね。私は、本当に、わからないように。で、赤ちゃんがこっち向いた時だけ。で、やります。あの、他の人にバレずに、赤ちゃんは笑顔にできます、これ。こんなね、なんか、これやるのめっちゃ恥ずかしいみたいな人いると思うんで、もうそれはもうシンプルにこう、ってやってみようか。ぐってこう目をつぶって、開けるだけで赤ちゃんって、赤ちゃんとか子供ってちょっと面白がってくれるっていうのが、まあ、多分ですよ。笑ってくれない場合もあります。それです。赤ちゃんは、未知の生き物なんで。あとは、まあ、これもおすすめ。なんかまあ、何かしらのまあ、隠れるとこってまあ、どこかしらってあるじゃないですか。電車やったら、こう、まあ、釣り革持ってる手やと、こう、ここの手ね、こう、釣り革持ってるこの手。あとはまあ、端っこの方とか、その真ん中ら辺とかついてたら、なんか、あの、電車ってポールあるじゃないですか。その、ポールもう半分、もう、こんな細さじゃないですか、ポールって。もう、こんぐらいじゃないですか。もう、めっちゃ見えてるんですけど、赤ちゃんってもう、こう、ひょ。こうやって出るだけでめっちゃ笑ってくれるんですよ。笑ってても大丈夫。あの、周りの人がね、こう、笑かしてくれるのもあるんですよ。もうそうする、もうしてもらうだけでもうすごいあったかい気持ちになるんでさ、お母さんの方からもしても、あの、すごい嬉しいので、めっちゃやってほしいですね。シンプルいないいないバー。これも受けます。もうでもシンプルいないいないバーは、まあ、持って3歳ぐらいまでから、みたいな。小学校じゃ教えてくれんじゃった。まあ、あとは、私は僕は、もうそんなんもう赤ちゃん笑かすんやったら何も恥ずかしない。こうやって赤ちゃんの方こうやってじーって見るんですよ、こうやって。バル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 めっちゃ笑います。嘘やん、モテるやろ、実際やってみて。車内とかね、周りに人がいないとか見てない時とかにやった方がいいと思います。なんか、下手し、来ちゃいます。ポリスが。赤ちゃんだけこう見えるように。こうやるだけ、こうやるのがすごい、あの、効果的だと思います。私の、あの、
持論なんですけど、まあ、こんな感じで、なんかまあ、やっていただいたら、まあ、お母さんもすごい助かるし、赤ちゃんもめっちゃ笑ってくれるんで、もしなんかそういう機会にこう出くわしたら、ぜひ、やっていただきたいっていうか、やってください。お願いします。まあ、第2、第4、水曜日は、私の、手作り絵本とか、私の手作りの歌とか、うん、私が振り付けしたダンスとか、まあ、勝手に曲作って踊ってるとか、でもできる工作とか、まあ、娘がちょっとアレルギーなので、まあ、そのアレルギーのご飯とか、献立とか、まあ、料理とか、いろいろ、乗せていけれたらなと思うので。どしどし応募お待ちしております。私もまだ、習いたてというか、まあ、やりたて、ほやほやなんですけど、まあ、参考にぐらいに、していただけたら、すごいありがたいので、なんか、うん、まあ、子育てとか言いつつ、まあ、皆様に、お役に立てるような、ちょっと動画を、撮っていきたいなって思ってるので、よければ、第2、第4、水曜日に、上げていきたいと思うので、よろしく、お願いしますしゃ。では、あこの、初子育て YouTube を終わらせていただきたいと思います。ほなさいならさいならさいなら。どうも皆様、顎長井芽衣です。今回6月14日日曜日19時から20時でワンコイン有料ツイキャスを行いたいと思います。その名もヌートリアルリのリモート YouTube 向上会議というのを行います。この有料ツイキャス、チケット購入していただいた方限定で、無料ツイキャスも不定期で配信していきたいと思っております。そしてこのチケット購入していただいたお金を YouTube のコーナーを行う資金にしたいと思っておりますので、ぜひ皆様チケット購入していただき、6月14日日曜日19時からツイキャスを生配信するので、ぜひご覧ください。皆様楽しみにお待ちしております。